はい、では今度はね、ビットポイントに口座開設をしてトロンを3000円分もらおうかと思います。口座開設のボタンを右上にありますので押してですね、個人情報を受け取るところからです。まずメールアドレスを打って、携帯番号を打って確認をしますね。で、この内容で送信すると。で、承認メールと承認コードが送られますんで、メールボックスの方からこれを拾って承認をかけていきます。で、これをクリックするといいわけですね。で、次はね、こういった画面になるんですよ。SMS 承認コードっていうのが出ますんで、これはね、スマホの方に番号が送られてくると思います。承認番号が、私の場合は、今、こういうふうに送られてきましたね。で、ログインパスワードをこれ打つわけですけども、最初に設定されてます。それを回避して、自分のオリジナルのものにするためには、ここで直接入力することになりますよね。ログインパスワードは8文字以上で16文字以下の半角英数数字記号で設定してくださいと書いてあります。文字の種類を2種類以上含めてくださいということですね。メールアドレスと同じ文字系列を4文字以上含めては設定できませんということなんで、ちょっとこれは考えないといけないですね。こういうふうにしようかな。見えないですね、すいません。で、設定します。はい、設定できました。じゃ、保存してログインします。はい、で、ログイン ID はメールアドレスだったかな。で、こちらの方に、はい、ログインします。え、誤りがある、なんでや、なんででしょうかね。あ、なるほど、これでどうだ。メールアドレス打って、余計なことしてすみません。これでいいんじゃないですか。で、2段階承認で SMS がまた届くんで、そちらの方確認します。承認番号ね。セキュリティ万全ですね。メールアドレスに承認番号を送信しますということで、もう一回メールを見て、承認番号を送信されてますんで、それを打つということですね。はい。で、これでログインできましたね。はい。口座開設のお手続きをお願いしますということなんで、ログインはできました。で、これから口座開設の手続きに入ります。本人確認書類がいるということですね。すべて同意します。で、情報入力。はい、ということで、あと情報入力はよくあるパターンなんで、ここはお見せしなくても大丈夫だと思います。で、今度はね、私がこのアカウントをきちんと取って、ビットポイントに口座開設が完了して、ビットポイントによって TRX ね、トロンをそこそこの金額買うところから動画の方をお届けしますんで、お楽しみにされてください。では、本日は以上です。皆さんもね、口座開設したい方がいいですよ。